ラジオネームトゥーパンプスさんです。いつもありがとうございます。ペヤング情報を今日もいただいております。ほぼ前橋市に工場があるペヤングの新商品、ペヤング塩焼きそばを紹介します。メーカー公認の偽物として話題のペヨングブランドです。ペヤングよりも価格が安いのが最大の特徴です。この新商品は具材はキャベツ、付属のソースを入れてカンマス以上と、ご飯に例えると塩むすびみたいな焼きそばです。蒸し暑いこれからの季節にぴったりのシンプルにうんまいペヨング塩焼きそばです。ぜひあーちゃんもリスナーの皆さんも美味しいランチをしっかり食べて午後も一緒に頑張りましょうということで、今日はペヨングの塩焼きそばご紹介いただきました。危ない、ペヤングではないんですね、ペヨング、わかりました。ぜひ皆さんさっぱりといかがでしょうか。ペパンプスさんありがとうございます。